大東亜共栄圏は広がりつつある。帝国陸海軍はすでに中国からソロモン諸島までの太平洋海域を手中に収めた。大本営から発令された大海令第18号に従い、これよりミッドウェー島及び西アリューシャン列島にある主要拠点の制圧に向かう。先の本土空襲の借りを返す絶好の機会だ。不正確な爆撃だったために被害こそ少なかったが、それでも大日本帝国の防衛線が破られたことに変わりはない。我々は事実から学ばねばならん。大陸を重視する陸軍にとっても太平洋の戦略的重要性を認識するに至った。それは我々海軍との連携強化を意味する。そこで次の作戦では敵飛行場を制圧して陸軍部隊の道を開く。敵の水平爆撃機です。全ての対空火器で応戦しろ。対空砲です。刺激に抵抗、敵機を撃墜しました。撃墜を確認。戦火確認、敵機を一度せり。
隊を撃破しました。本隊に艦あり、敵の潜水艦です。見失うな。追跡して速やかに撃沈しろ。懐に入り込まれると厄介だ。飛行隊を撃沈しました。操縦不能、助けて。猛攻撃を受けています。
交代を撃墜しました。よっしゃ、やったぞ。対空砲です。敵交代を排水。探知しました。沈没する。総員退去。敵艦
近、対空砲です。猛攻撃を受けています。敵を排除しました。やられている。敵飛行隊を撃破しました。あたり一面火の海です。
工場を制圧しました。よくやった。その調子だ。全て撃墜しました。敵機接近。出現方角から鑑みるに島から飛び立ったものではありません。何？また敵機だと？米軍の空母がまだ数隻残っているのだろう。彼らには不幸なことだ。攻撃隊を準備し空母を撃沈せよ。敵艦隊が接近中です。米軍の兵員輸送船です。島に向かっています。増援がいる。司令部に要請してくれ。こちら高尾、米軍の攻撃艦隊に急げ。至急増援を求む。受信せり、高尾交代せよ。機動部隊が急行中である。各隊に続く最優先目標は敵の戦車揚陸艦および輸送船である。米軍の上陸能力を奪え。防衛線を指揮し、利用できる全ての造船所や飛行場、並びに砲台を有効に活用せよ。
墜落しました。
我が軍が数で優位に立ちました。よろしい。では残りの船も沈めてしまうとしよう。敵の攻撃です。こちらの勢いを前に敵は次々と基地を失っている。我々はまるで津波のようだな。敵を押し流す波だ。何人も津波を止めることはできん。我が海軍はいずれハワイをも飲み込むだろう。